これか、共愛、あ、これさっきの共愛にってのはこれか？なんかいいね。これ京アニか？これもしかしたら京アニの口してんな。このなんかあれみたいだよね、軽音みたいだよね。違うか、京アニ 今あれか、あれ京アニあんの今。わかんねえや、ごめん。あれ京アニってさ、でもさ、燃えちゃったけどさ、今なんか大変なことなんがあだっろう、たよな、こう他のそういえ会ば。社ではあるの？会社自体はあるでしょ、だってあるんだっけ？その京アニっていう活動してるんだ。あ、そうなんだ。ア会ニ社メ自ちゃん体とは。作ってるのか。あれ、スタジオの一つなんだ。あ、そうなんだ。あ、スタジオの一つなんだ、京アニ。あれ、京都に実際あんの？今も。じゃあ、お前らが笑わしてくんだ。じゃあ、お前らが、で、あ、俺って笑いたくねえんだよ。お前らがコメントで笑わしてくんだろうがよ。なあ。なあ。あ、なるほど。会社の本社っていうか、そのスタジオだったのか。なるほどな。純は嘘つきだから信じない方がいい。でもさすがに俺臭かったらさ、触れてくれるって。いじってくれるよ、多分。で、純は嘘つきだから、信じない方がいいって。基本的にだから8割持ってるから、基本的に。それはそれ置いといて、純のことをさ、嘘つき嘘つきって言うけど、そこだけ信じるんすよね。俺が脇がっていうところだけはなんかみんな信じるんすよね。なんでなんだろう。しっかり言ってるじゃん。しっかり言ってたわ。まあ、どうせあれだろうなと思って。名前もほら、差別太郎だしさ。まあ、どうせきっと、なんかそんな風なやつなんだろうなと思って。しっかり言ってるわ。これ誰だ、ネタバレ406つけてるやつ、これ。あ、タイトルがネタバレしてんのか、これ。スマナンダーだね。直接。オルトエンターって言ってるやつ死ね、勘違い。アルトとエンター、これね、多分バカがずっとほざいてるだけ。お前死ね、アルトエンターつってるやつ死ね、アルトエンター押してやろうか、ほら。あれ？あ、嘘だ、ごめん。すいません。失礼しました。ごめんなさい、僕、乗客で、すいません。すいません。申し訳ないです。すいません。ごめんなさい。僕、一回騙されたことなんです。アルトとなんかのボタン押したら、ブラウザが消えちゃって、ゼロからになったことが。すいません。申し訳ないです。だから、アルトとなんかはずっと警戒してたんです。何でしすたっいません。け？アルト申し訳 FO ないでか。す。なるほど。これは？プレイヤーネーム。これ何の絵だ？これに限ってはわからん。何の絵だこれ？ヒメラか。まあ、別にそんなね、まあ、普通のことなんじゃないかなって思うんですけどもね。ゼレンスキー？知らね。サッカー選手か？ゼレンスキー、わかんねえ。ゼレンスキー知らねえ。サッカー選手か？シコルスキーっていうなんか、サッカー選手いなかったっけ？それはバキだ。俺のアクリルスタンドはただだったよ。ただ。もう販売しねえけど。0円だったよ。何？あ、ウクライナの大統領です。あ、すみませんでした。すみません、すみません。失礼しました。あ、ゼレンスキー？ゼレンスキーはわかんねえ。まあ、ほら、なんとかな。やっぱさ、突発的にさ、聞かれた時にさ、すぐ出てくるか出てこないかっていうのがまだ難しいってことですよね。今思うと、しっかりゆっくり考えれば、分かったかもしれないけども、急に、ね、おい、明日、ゼレンスキーっていう超 VIP 有名な人が来るぞっていう質問起きた時に、やっぱり脳が、超 VIP で有名な人？
え、なんだなんだ、サッカー選手かなみたいな感じで思って。そうそうそう。そう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 。やっぱりその、なんだろうな、ね、まあそういう錯覚に近いものに、ものかなっての感じるわ。ヘイシリ、50代、ババア、マコ。いや、言ったことないだろ。どうお答えすればいいのかわかりません。いや、ごめんね。今じゃないんだ。ちゃん、ごめんごめん。ごめん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 。いや、切っとくわ。ちょっとごめんごめんごめん。今じゃないんで。じゃあ、これを読んだだけなんだ。これ見て、これ言ったのかな、俺これ。マジか。おめらにも反応する。ヘイシリ、50代、ババア、マンコ。これで大丈夫。できません。でも、ウェブで検索できますよ。あ、すいませんでした。すいません。すいませんでした。すいませんでした。ちょ、何よりもさ、50代、ババアって言った瞬間に釣れんのがまたテンポでいいよ。ここだけもう一回見て。マジか。おめらにも反応する。ヘイシリ、50代、ババア、マンコ。この辺の話を釣れんのが面白いな、俺なんか。ありがとうございました。ふとんちゃん、コンドームは否認率 5% 意味ない。いや、そんなことつっちゃう。俺これ多分言い間違えてるだけで、これ。でもさ、なんかまあいろいろあるんだろうけどさ、まあ、あれだよね。医療者目線でさ、ちょっと言わせてもらうと、あれなんだよな。例えばさ、まあ、コンドームってあるじゃん。あれってさ、俺の記憶が正しければ確かね、否認率 5% ぐらいなんだよね、うん、で、確かね、ピルってね、なんだ、俺ちょっと俺忘れちゃった、 0.02 とか 0.2% とかなんだよ。そう、 95% なんだ。実はね、世の中って、いや、確かそうだよ。え、逆逆だっけ。そう、逆、あれ、俺ちょっとじゃあ間違ってるか。俺記憶がじゃあ、あ、ん、俺なんつった今。俺、じゃあ俺今暑いよ寒いって言ってない、もしかして。そう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 、正解正解だよ。もう分かりやすい。そうそうそう、そう言っちゃったんです。あ、すいませんすいませんすいません、妊娠率、すいませんすいません、妊娠率、俺今否認率だから、ごめんごめんごめん、失礼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 。もうそんなん、もう意味ないじゃん。意味がないよ、もう。お前は、あ、じゃ意味ないってそういうアバスだ。あんな、そんなの、まあ。つけなくていいよ、じゃあ、もう。そんなだったらもう。ねえ、北斗無双じゃん、もう。北斗無双じゃねえ、無双転生じゃん、もうそんな、うん。無双転生のな、外れる時のフラグな。